葉ホームデリバリーには地場のナスビを2キロ箱でお届けする企画があります。農家さんが自分たちの家族にも食べさせたい野菜をとの思いで化学肥料や農薬をできるだけ使わず栽培しています。今が旬のナスを使ったレシピ3品目は鶏肉と夏野菜のバルサミコ炒めです。材料はナス、トマト、ニンニク、鶏もも肉、コンティメントバルサミコビアンコ、塩、コショウ、オリーブオイルです。それでは作っていきましょう。ナスは1センチの輪切りにしていきます。トマトは8等分のくし形切りにします。ニンニク2分の1片は包丁の腹で潰しておきます。鶏もも肉は一口大に切って塩、コショウを振ります。それでは炒めていきましょう。フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて火にかけます。ニンニクの香りが出てきたら鶏肉を皮目を下にして焼いていきます。鶏肉の片面が焼けたら裏返して空いたところにナスを入れて塩を振ります。ナスの両面が焼けたらトマトを加えます。トマトに塩を振って全体に油がなじむまで炒めます。コンディメントバルサミコビアンコを加えて炒め合わせていきます。全体に炒め合わせたら完成です。鶏肉の皮目にしっかり焼き色をつけると香ばしく仕上がります。コンディメントバルサミコビアンコのまろやかな酸味と甘みで夏野菜がもっと美味しくなりますよ。今日のレシピに使った材料はすべて四つ葉ホームデリバリーでお求めいただくことができます。詳しくは四つ葉ホームデリバリーで検索してみてくださいね。